こんにちは、原坂氏さんです。今日はですね、すぐ楽フェアリスタの植え付けをしたいと思います。このフェアリスタシリーズもいろいろね、出てました。普通のフェアリスタ1色ですね。それから2色植えが出ましたね。それから今度出たのがですね、すぐ楽フェアリスタということでね、これも2色なんですけどね、ミルク&ストロベリーって言いますかね、白とピンクの花の2色でございます。この植え付けをしたいと思います。本日の動画は3部構成でお話をしたいと思います。一部花の紹介と説明、2部植え付けの仕方、3部植え付け後の管理の方ですね。もうね、夏も終わりということでね、でもね、まだまだ暑いんですよね。ですからぴったりのね、花、これを植え付けて、秋冬春先までね、咲かせたいなというふうに思っています。この日々草フェアリスタ、すぐ楽フェアリスタですね、これですね。これね、今ねちょっと花が取れちゃったんですね。これ2色なんですよね。ですからこれすぐ楽ということですから、植えてね楽々2色でバンバン咲きますので、皆さんには非常にねおすすめの花かなと思います。これサントリーさんの花ですね。はい、こういった花であります。こう言っておきますね。見えますかね。こんな感じで、置いておきたいと思います。このフェアリスタ、すぐ楽フェアリスタはですね、草丈が非常にこう低いんですね。これ低いです、ご覧の通り草丈が、はい、であんまりね大きくならないんです。雨によるですね土の跳ね返りに非常に弱い花なんで、この鉢植えとかですね、あるいはプランターというのがおすすめかと思います。株をね深く植えすぎるとですね、風が通らないんですね。ですから蒸れやすいということになりますので、浅めにね植えるのがポイントだと思います。それからですね、このすぐ楽フェアリスタ、強竹糖化の日々草属でですね、1年草なんですね。実はこのサントリーさんが日々草を品種改良して、できた花であります。原産地はマダガスカルということですね。非常にね簡単、丈夫、初心者向きということでね、これから植えるのバッチリだと思いますんでね、ぜひ皆さん一緒にねこの花を買って植え付けましょうということでね、今日はねこの植え付け方をまず一部でやりたいと思います。今日用意した鉢がこれです。はい、ちょっとねそれ高くない鉢です。もう何百円しかしないんですけどね、300円か400円だと思いますが、こういった鉢であります。これにね早速、植え付けていきますね。まず植え付けるときはですね、ボラ土っていうのを入れるんですね。こういったやつです。こんな感じのね、通常の土であります。なんで入れるかというと、水はけが良くなるように入れるんですね。水はけが良くなるように入れる。まあこんな感じでね、こんな感じですね。入れてますかね。はい、こんな感じで入れました。まあ、そこがね隠れるぐらいでいいんじゃないかなというふうに思っています。で、これからですね、土を入れて、植え付けの準備をしますね。まずこの土はですね、市販の培養土ですね。こういった土です。はい、こういった感じです。はい、これをですね、あらかた入れて、そうですね、あらかた、なんていうのかな、この、ね、お花にあってですね、あったところまで入れるんですけども、まあ置いてみないとわからないからですね、どれくらいになるのか。大体端この、そうですね、この鉢の縁の3センチぐらいがですね、横綱あの株のちょうどこう横に来ればいいんですけどね、来るように植えますけど、今回はちょっと高めに植えたいと思いますね。これね、
高めに植えるとですね、風通しが良くなるんで、まあ、とりあえず、あ、すいません、その前にね、ごめんなさい、もうマグハンプってありますから、これ。はい。何かやっても慣れませんね。これをですね、一つかみ、粒状のやつですね、こんな感じの。これ、観光製肥料ですね、まあ、元肥で使うんですけども、入れておくとよく咲くんですよね、これね。ぜひ皆さんもね、混ぜて使ってみてください。結構よく咲きます。はい、浅めってことなので、もうちょっと入れた方がいいですね。浅めですからね、なんて言っても。はい、こんな感じですかね。で、根鉢からこう取りますね。こんな感じでギュッと取ります。まあ、こんな感じになってますね。根はこんな感じで、はい、はい、でこれをですね、とりあえずこの縁がありますよね、この縁、はい、ここをですねちょっと取っちゃうんですね。こう病気とかね、虫とかとか潜んでる可能性があるので、これ取ります。軽く取ってあげるですね。そして根はですね、ふわっとしてますから、もうそのままね植え付けます。大体ですね、高めですから、この縁とこれが合うぐらいでいいんじゃないかな。ちょっと低めぐらいでいいかなというふうに思いますけどね。ちょっと低め、この鉢から普通3センチは下へね、下のところにこう、この面が来るように植えるんですけど、まあ、ちょっと高めですね。ですから、まあ、縁よりちょっと低めということで、まあ、微妙なところですけどね。それを目指して植え付ければいいか。ちょっと高めですよね、今日ね。やっぱりもうちょい高めでもいいですけどね。もうちょっと入れましょうかね。微調整、はい、微調整で入れます。はい、ちょっと高め、もうちょっと、うん、鉢に合わせるような感覚でいいんじゃないかなと思うんですけどね。あとこれにね、植え付けで、これ要するに真ん中にね植え付ければいいかと思います。よっぽど特殊な場合を除いて、真ん中にね植え付けちゃえばいいんじゃないかなと思います。はい、まあ真ん中に植え付けるとですね、形も良くなるし、こう、全体的に広がった時にですね、花もこう見栄えが良くなりますね。根も張りやすいですね。あらゆる方向に張りやすいので、いいんじゃないかなと思います。で、土を入れる時はですね、ちょっと多いかなぐらいに入れとってもらった方がいいですね。ちょっと多いかな、ちょっと多すぎるんじゃないぐらいのね、はい、鉢から、ちょっと上に来るぐらいに土はちょっと持ってあげた方がいいかもしれないですね。はい、ということでね、これ入れましたので、とりあえずね、こういった棒状のものですね、この土がですね、この何て言うかね、空いてるところに入っていくように、まず鉢と土の間をね、土の内側をね、要するにつつきます。土が結構入っていきますと、ちょっと沈みますね。そしてこんな花と土の間をちょっとつついてみます、はい、回しながらつくといいですよね。ずっと同じところついていれば鉢が回っていくということですね。はい、回ったらですね、ここで花を決めます。ぐっとまっすぐに植えます。まず植え付けのポイントは、まっすぐに植える、真ん中に植える、そして決めるということですね。ビシッとで、ビシッと植えたら、ちょっとこう土を持ってあげればいいですね。ちょっとね、真ん中に持ってあげるといいですね。根が見えないように植え付けよう。ちょっと高めでしょ。高めなら風通しが良くなりますよね、これでね。そしてね、端の縁をずっと押さえる、内側をですね。これ何になるかというと、ウォータースペースなんですよね。もうちょっと前の方が見やすいかな。こんな感じで、はい、こんな感じでされるといいかなと思います。ということでね、とりあえず、まあ、植え付けが完了ということになるわけですけどね、だいたい真ん中になったでしょ。こんな感じですね。真ん中に来てると思いますね。ちょっとお花さんがですね、ちょっと
こう丸くは咲いてないので丸くは咲いてないとちょっとこう偏ったように見えますけど、実はこれ真ん中に植えてます。真ん中に植えてるんですね。こんな感じで、はい、植えてあげればいいかなというふうに思います。ということでね、まあ、植え付けの完了、一部の完了なんですけども、植え付けでやることがあります。こういったものはね、まず消毒をやるということですね。はい、消毒をね、ぐーっと、はい、まず根元からやります。ぐーっとね、そして全体的にやります。虫とかね、病気の予防になりますからね。それでね、1月1回植え付けの時もやりますけど、1月に1回やられたらいいかなというふうに思います。ということでね、植え付け完了、ということでございます。2部のね、植え付け完了ということになります。これ3部ね、今から植え付け後の管理の方法をやりますけど、これ管理がね、管理次第でここまで誰でもできるんですよね。しかも誰でも一緒です。大体花も一緒、土も鉢もまああらかた一緒なんですけども、これからがですね、いっぱい咲くかね、とろとろと咲くからの違いでありまして、ぜひね、最後まで聞いてほしいなというふうに思います。まず植え付けが終わってですね、今日皆さんに伝えたいことが5個あるんですよ。5個ね、僕の汚い手をちょっと見せてますけど、5個あるんです。まず1つ目が何かと言いますと、1つ目ですよ、土の表面がね、乾いてから鉢が軽くなったらたっぷり水やる。今黒くしてますけど、これ白っぽくなります。そしてこれ軽い、今ね、こう植えた時かえとってみる、あ、こんな感じかなって。でね、乾いたら軽くなるんですよ。なんかカラカラでね、軽くなります。その時ね、たっぷり水をやって、やるってことですね。これ今植え付けましたので、今日水やりますよ、一回ね。そしてね、一回カラカラになるまで水をやらないということですね。これなんでかというと、土とこの根がね、馴染むんですよ、その間に。で、折り合いが良くなったところで2回目の水やるっていうのがコツですね。ここ覚えておいてくださいね。二つ目はですね、植え付けから 2,3 週間をですね、摘心を 2,3 回繰り返すということですね。これ摘心とは何かと言いますと、先を切ってですね、促進を促す作業なんですね。先を切っちゃうんですよ。だからポチッとね、先を切っちゃうと、例えばですね、ここにあると、ここら辺からですね、この枝先をね、切る作業ですからですね、非常に簡単な作業なんで、これをね、やってほしいと思います。3つ目ですよ。液肥はですね、1週間後から始めてください。置き肥はですね、1ヶ月に1回しましょう。置き肥とは何かというと、こういうのもガーデンボールってありますけどね、こういった簡単なやつです。粒状でも何でもないんで、こうボール状とかね、なってるんですよ。ちょっと見せますね。ガーデンボール、まあいろんな市販のやつあります。こういったやつです。はい、こういったもので、ね、こう追肥をする。例えばね、これはもう今あれやってますけど、とりあえずやりますけど、こんな感じ、端の縁にあげるってことですね。まあ、ちょっと埋めてあげてもいいですよ。こんな感じ、ビッとね、こうちょっと押してあげると、土をパッとかぶせた時もいいし、まあ、こんな感じでね、大丈夫なんで、これを月に1回ね、やってください。で、咲き終わったらですね、花柄はこまめに取るということですね。これ今から咲くんですけどね、これ見えますかね、この小さいやつ、今チビチビって、これ今から出てきた芽なんですよね。はい、今もうどんどんこう準備をしてますからね、こんな感じで出てきます。まあ肥料をね、ちゃんとやっておけばもうどんどん出てきますから、まあ、ご心配なくっていう感じですね。ですから摘心も何回か繰り返して、あとは水と肥料をやればね、十分咲きますんで、皆さんもぜひね、チャレンジをしてほしいと思います。それから5つ目ですね。これね、花数がね、バーッと今度摘心をしていくとこう広がります。こんな感じになるんですよ。こんな感じになるんです。丸く咲きますね。その時ね、あ、花数がちょっと減ってきたなという時ですね、下に緑の葉っぱがあるうちに切り戻すんですね。これそのまましとくとですね、枯れてしまいます。ずっと下から枯れてくるんですよ。葉っぱが、緑の葉っぱがなくなりますんで、あるうちに切り戻しをする。そしたらまた咲いてくれますからね。
そういった作業が必要なんで、こういった作業をね、また動画にアップしたいと思いますので、見ていただきたいと思います。ということですね、今日は、すぐ楽フェアリスタ、これサントリーさんの花ですけどね、非常にね、おしゃれな、かわいい花です。初めての方もね、ぜひ一緒にね、このすぐ楽フェアリスタを植え付けして、おしゃれな鉢を一緒に作りましょう。最後になりましたが、いつもね、コメントくれてありがとうございます。チャンネル登録して花咲かじいさんを応援しましょう。方法は今画面中央に私の似顔絵が出てますので、これをクリックするだけです。今日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でまたお会いしましょう。